100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感加須インターチェンジ店の宮崎です。今日はですね、こちらのトヨタのプリウスご紹介させていただきます。グレードがですね、まあ、S、A、プレミアムとあと一番下に E っていうのがあると思うんですけど、まあ、こちらは、S でさらにツーリングセレクションになっております。ツーリングセレクションだとですね、結構もうフロントの顔からして分かるお車になってくるんですけど、こちらはですね、まずフロント全然違うんですね。 S だとまずフロントフォグですね、こちらです。こちらが、メーカーオプションになってくるんですけど、 S のツーリングセレクションだとこちらのフロントフォグランプ LED のものが、標準装備でついてきます。でさらにこちらの横ですね、こちらのアクセサリーランプ、こちらも、S のツーリングセレクションのみ、ツーリングセレクションのグレードのみですね、標準装備になってきています。なので、普通の標準、S とツーリングセレクションだと結構顔からしてちょっとイメージが変わってくるかなってところですね。まあ、フロントで、まあ、結構大きな違いが出るところはこれぐらいなので、まあ、ちょっとまた一周ですねしながら見ていきたいと思います。で、S と S ツーリングセレクションの違いとしまして、すみません。まずホイールもツーリングセレクションだと大きくなります。標準だと15インチついてくるんですけど、ツーリングセレクションになると17インチのアルミホイールですねついてくるので、存在感も大きく違ってくると思いますね。で、しかも、まあ、フロントからでも見えてたと思うんですけど、まあ、この S のツーリングセレクション、メーカーオプションでルーフフィルム、屋根の部分ですね、黒に設定できるものがありまして、これが5万4000円ぐらいで加算になってしまうんですが、変更できるようになってます。これは白とそのルーフフィルム黒のものと、ツートンになってますね。で、こちらのルーフフィルム設定していただくと、ドアミラーのところですね、こちらとも、同じく黒、ボディカラー、単色の場合はボディカラーのままなんですけど、ルーフフィルム設定していただければ、こちらも同じく黒に変わりますので、メリハリがあって白と黒だとやっぱりかっこいいですね。でちょっと後ろの方行くと、あとアンテナですね、トップアンルーフのアンテナも同じく黒に変わりますので、外見的にもやっぱり全然違ってくると思いますね。で後ろなんですけど、ちょっと失礼しますね。まあ、プリウス開けてもですね、やっぱり大きく使えますし、こちらですね、ちょっと引いてこういう風にかけていただければ、閉めた時にですね、上から中のもの見られないように、プライベートのもよくわからないようにと、こういう嬉しいところもありまして、でさらにですね、こちら、スペアタイヤ今回積んでいる仕様ですので、ちょっとご紹介させていただきますね。マック外れ。で、スペアタイヤこんな感じで積まれますので、まあやっぱり不安な方とかいらっしゃると思いますので、1万800円でですね、メーカーオプションで設定できますので、不安な方はお申し付けていただければ、こちら設定させていただいております。ちょっとこれ閉めた状態で一回映してみたいと思う。でやると上から見た場合でですね、寄っていただいて、こちらこういう風に全く見えなくなるので、ちょっと気になる方はですね、こちらかけていただいて閉めていただければ全然見えなくなります。ありがとうございます。
で、メカオプションですね、インテリジェントクリアランスとな、誤発進抑制ですね、よくトヨタの車だと多くついてるんですけど、こちらの丸いポッチがそうですね、そのついておりますので、踏み間違い防止にとても役に立つと思います。こちらも28,080円ですね、加算になってしまうんですが、これもお車新車の時でしか設定できないものですので、つけていただいた方が、安心できるかなというところですね。横もぐるっと、ちょっと説明してばっかりだったので横も全然見てない方もいらっしゃると思いますので、こんな感じですね、サイドは。大丈夫ですね。そしたらちょっと内装面見ていきたいと思います。失礼します。こちら内装面もですね、 S と S ツーリングセレクションで全然違うものでして、まず、近いところから説明していきますね。こちらの周りの青い部分ですね、こちらが、S ツーリングセレクションとか、A でもツーリングセレクションとかあるんですけど、ツーリングセレクションのグレードのみに、設定されている、ミッドブルーのこの周りの青いやつがついてきます。S だとそのまま黒で、ツーリングセレクションだと青が入って、内装面もですね、より一層おしゃれになるのかなと思いますね。で、同じくステアリング周りですね、こちら、ナビレディセットというメーカーオプションございまして、こちらのバックカメラと、あとはこちらのですね、ステアリングにスイッチが連動一緒になってついてくるもので、あった方がやっぱり便利、バックカメラもつける方今いっぱいいらっしゃいますので、皆さんつけられるのかなと思うんですが、これも一緒に忘れがちなんですがセットになってきますので、で、さらにですね、ツーリングセレクションだとこちら、シートヒーターがついてまして、こちらですね、もうセンターコンソールのところに簡単に操作ができるようになってます。これローの方に押していただくとローで、水平に戻すとオフで、ハイの方に倒すとハイモードで、本当に簡単に操作できるようになって、冬場はもちろんですね、夏場冷房結構かける人いらっしゃると思うんですけど、そういう時にもちょっと背中だけあったかくとか、お尻周りだけ温かくっていうこともできますので、夏場冬場ともに快適に過ごせるかなと思います。内装面はあと、普通の S だとシートファブリックなんですけど、これ合皮になっております。もうパッと見で全然違うと思うんですよね。合皮になってます。で、あとこんな感じですね。プリウスはやっぱり内装面とかも見るととてもいい車で、人気なのもうなずけるってところですね。はい、ありがとうございます。で、本当に結構さっとなっちゃったんですけど、S と S ツーリングセレクション結構大きな違いまだまだありますので、で、お値段的にも17万円ぐらいの差しかないんですね。17万円ぐらいの差でやっぱホイールがついてシートヒーターがついてとかいろいろ入ってくるので、かなりおすすめなものですね、やっぱり。で、下の概要欄のところにもですね、弊社のホームページの URL とか貼っておりますので、気になる方はですね、そちらからです、ご問い合わせいただければと思います。すいません。本日はご視聴いただきありがとうございます。